ちょっとお伺いしたんですが、はい、マネーの虎を見てある意味こう起業のきっかけになったと。じゃあ今度会社行った時に、はい、僕がおもろないって言ったらどうしてくれますか、はい、あ、坊主にしてもいいですよ。オフィスにめっちゃんこ金かけてるんですよね。そうですね、使っちゃいましたね。今日はブラックな企業で有名な西崎社長、トゥマローゲートという会社をやられている、創業13年目、その社長をお呼びして、ぜひそのブラックな企業を丸裸にしてみたいと、そう思ってお呼びしました。すいませんが自己紹介をお願いします。ありがとうございます、トゥモローゲートの西崎です、大阪の心斎橋で、企業のブランディングを、まあ、提案する会社を経営しています。今社員数30名ぐらいの会社でして、うん、会社の理念設計から企画デザインというところを中心にやってます。平均年齢は、30歳。社員の平均給与どれぐらいなんですか。で、社員だけで言ったら470万ぐらい、うん、でもまあ30歳ぐらいで470、80万で大阪だったら悪くはないね、まあ、ベンチャーの中ではですね、大手と比較するとまだまだ負けるんですけど、徐々に上げてこれたかな。ただ東京と大阪ってやっぱり賃金格差あって、はい、名古屋でもそうなんだけど、東京はね給料高いからね、はい、まあそんな社長に来ていただいて、はい、今日はですね、まずブラックな会社と呼ばれてるんですけど、はい、その会社がホワイト企業の認定を受けたと、はいはいはい、一体全体これはどういうこっちゃっていう話で、それどうしてなの。まずで言ったら、まずよく僕ら誤解されるんですけど、ブラック企業ではないんですよね、うん、でもブラックな会社でしょ。はい、ブラックな企業なんで、ブラック企業とは言ってないんですよねなるほど、はい、社長は関西人。いや、九州人です。え、そうなの。はい、福岡です。だからいまいちその笑いのセンスがないんだね。間違いないですね、それは。あ、はい、おっしゃられる。これ多分関西人だったら、はい、もっとめちゃめちゃ面白い答え方するんだよね。はい、今の話ですか。そう、はい、だけどちょっと今の説明、はいはい、関西人じゃなくてがっかりだな。あ、すいません、すごく。これからね、多分ね、はい、それぜひアドバイスするけど、はいはい、関西人にいくつかおもろいパターンを、はいはい、教えてもらうといいと思う。めっちゃむずいですね、今ので面白く返す。そうそうそう、はい、まあそんな社長にですね、はい、まあ、ホワイトな企業って、はい、じゃあ認定受けたっていうのは、はい、まあつまり俗に僕らのイメージで言うと、はい、残業ないとか、はい、有給休暇が全部取れるとか、はい、そういう企業なんですよね。いやいや、全然です。残業普通にありますし、うん、まあ、有給は 100% 使ってますね。表彰させてます、うん、買い取りもしてるとか。買い取りとかも全部全員使ってしまいますんで、強制的に使わせるんですよ。なるほど。じゃあ年間100、ね、うちで言うと126日ですかね。あ、はい、結構3日に1回休めんだね。十分だと思いますけどね。ホワイトすぎるね、うん、僕はもうちょっとグレーにした方がいいんじゃないかと思う、はい、まあまあ、ちょうどいいかなって感覚ですね、今の休みぐらいが。メリハリ化して働きたいなっていう気持ちがあります。そのブラックな会社、はい、どういう理由でブラックってつけたんですか。あ、なるほど。そこは、まあ、創業の時に会社のコーポレートカラーをグロリに出たんですよ。でもね、はい、日本ってなかなか黒ってどっちかっていうとお葬式の色だとか。そうですね、縁起がいい色ではないですからね。うち昔コーポレートカラー赤だったの、はい、どうして黒にしたの。それまた、それは変な会社作りたいと思って会社を創業したんですよね。で、そうなった時に、うん、何やるとか全然決めてなくって、創業した時に。そうなんですよ。もう何とかなるやろうみたいな感じでやったんで。普通は何かがやりたいから会社作るじゃないですか、はい、もしくは何かをやってて会社にするとか、はい、うん、それで言ったら事業を得た手段を全然決めなかったって話ですかね。うん、なんか面白いこと、まあ、人生一回きりなんで、うん、自分らしく生きたい、面白いことをやりたいっていうのは当然あったんですよ。なるほど。じゃあそれが会社の根本、うん、つまりルーツなんだ。はい、で、それを作るってなった時に、まあ、事業何も決めてなかったんですけど、うん、まあ、バカな僕でも分かったのは、変な人たちが集まらないと変な会社にはならんなっていうのは分かってたんですよね。でも、はい、変な人たちばっかり集めたら会社崩壊するじゃないですか。
って言ったらその変の定義が僕たちなりの変なのかもしれないですね。なるほど。でいろんなこう個性を集めたいなと。で、まあ、個性ってこう色に結構例えられるらしいんですけども、色ってこうね、赤青黄色緑ってこうぐちゃぐちゃに混ぜたら最後黒になる。ますますわからんくなってきたな、はい、なるほどね、はい、でもそのコーポレートカラーがブラックな会社、はい、なのにオフィスにめっちゃんこ金かけてるんですよね。そうですね、7000万ぐらい使っちゃいましたね、うん、7000万当時の年商の半分使ったんで。年商の半分、はい、じゃあ一時のうちでいや50億ぐらいかけてオフィス作ったっていう話だね。まあもう規模が全然違いますけど、もうそういう感覚で言ったらそうですね。いやいやいや、だけどそういう感覚ですよね、はい、それ使いすぎじゃない。いやめちゃくちゃ言われましたね、周りの経営者からも、うん、バカじゃないのと、いやオフィスなんて売り上げ生まないんだから、うん、安く済ませた方がいいんだよみたいなこと結構言われて、うんうん、まあ僕ら実を言うと、はい、昔オフィス0円だったんです、はい、ある時銀行から、はい、南原社長ちょっと決算書にミスがあるって言われて、はい、これどう見てもオフィスの机とか椅子とかが載ってないよと、はい、つまり資産台帳にないよと、これなんだから抜け落ちてるだろうって言われて胸を張っていったんですよ。拾ってきたから、はい、もしくはもらってきたから、はい、そしたら銀行から本当やったんですか。それはそれ本当なんですよ。ああそうなんですね。だから、まあ、ほとんどが、はい、まあ、寄せ集めのもので、はい、オフィスはお金を生まないからって言って、うん、ただ僕ら会社を売ってたんで、はい、ショールームはめちゃめちゃ金かけてたんですよ。なんかそれ同じ感覚かもしれないです。うちの場合は今のオフィスがうちのショールームみたいな扱いになってるので、うん、面白い会社を作ろうっていうのを、うん、やっぱ一瞬で見ていただける。なるほどね。っていうところと、じゃあそこがショールームなんだね。そうですね。でそこはお金を生む場所なんですね。はい。なので今はもうお客さんも全部うちに来社なんですよ、うん、今までずっと交通費時間かけて移動してたんですけども、はいはい、うん、まずオフィス見たいってなるんですよね、うん、で基本的に商談 も向こうの方が来てくれて、うん、そこに対してのコストとか時間とか、うん、で今までそれを使ってたのを今のお客様の方に向けられるんで、それね、はい、僕も全くもって同感で、はい、大昔に教えてもらったんですよ、はい、僕ら最初は車を買いに行くんですよね、はい、ところがある時点から売りに来てもらえるよ、はい、そうすると全てのことがこうパラダイムシフトで、うん、まずもちろん時間が節約できるよね、はい、今まではドイツ行ったりイタリア行ったりするのがもう世界中から売りに来る、はい、でオフィスにいればいい。それと、まあ、僕らの場合ですと価格交渉の優位性ができちゃう、はい、ものすごい良かったんですよね、まあ、無駄に金かけてるやつもいるけどね、それはもう意味ないと思う。たまになんかあの牛の角使ったり虎が置いてあったりとか、まあ、僕一回あの刀と鎧がありましたけどね。ああ、それはちょっと反社会勢力っぽいね、はい、まあなんかその自分のなんかこう自己顕示欲を見せつけるための投資は全然意味がないから、うん、ダメだね。でなんか自分たちの働く思想とかポリシー、うん、なんかうちは滑り台があるんですよ、オフィスに。じゃあ、はい、僕も大きな会社作って、はい、ウォータースライダー作ろうかでもなんかこう面白いじゃないですか、うん、変な会社やなってし、うん、僕らはそれは変な会社だけじゃなくってやっぱこう、あのうちはあの今子供同伴出勤 OK にしてますんで、はいはい、すごいねそれ。なので今は僕らの一番経営においての優先順位高いのは家族なんですよね、うん、でやっぱこう忙しい会社でもあるんで、お父さんが子供連れてきてお母さんを楽にさせてあげた、はいはいはい、そのための子供のスペースを作る、うん、じゃあそのためにその象徴として滑り台作ろうみたいな、うん、イタリア人みたいだね、はい、昔イタリアでクリスマスにレストランに行って予約がいっぱいだって言って、予約いっぱいって言ってもゾロゾロ来てるじゃないかって、あれは家族なんだって言われて、えそしたら何て言われたと思う、はい、家族と客とどっちが大切か分かるかって言って、はい、イタリア人は家族なんだ。そうですね、その精神に出るかもしれない。これ飛行機でもそうですよ、はい、イタリアの航空会社に乗ると降ろされて、なんで降ろされるんだって、はい、今日はクリスマスで家族を乗せなきゃいけない、はい、じゃあお宅もそんなイタリア系ですね会社なんだ、はい、なんかこれを言うとですね、うん、いやなんか家族に優しいですねって言われたりとか、うん、すごいいい会社ですねって言われるんですし、うん、で僕らも家族大事にしてるんでもちろんそれはあるんですけど、うん、僕の考えとしてそれが一番会社が儲かるって思ってるんですよね、うん、
あのそうすることによって社員がやりがい持ってくれたりとか、うん、奥さんが会社のことを好きになってくれたりとかすることが、うん、そうだね、長い目で見たときに、うん、って考えますよね。じゃあ次の質問してください、はい、お願いします。僕はあの社長のツイッターにさっき書き込みしたりとかですね、はい、こっそり見てんですよ。ありがとうございます。そうすると、はい、まあ、社長の会社が、まあ、先もちょっと話してくれたけど、はい、社員をすごく大切にしてる、うん、まあ、YouTube とかの発信力があるような社員ばっかりがいると、はい、その社員を思いっきり大切にするっていうのは、はい、まあ、今のご時世大切なことじゃないですか。そうですね。でもそうすると社員がなんか誤解したりだとか、まあよくあるんですよね、トラブルが。僕がいるから会社が回ってるんだとか、僕がいなくなったらダメになるからもっと給料上げろとか、僕に社用車を買えとか、そういうことは社長はどう考えてるんですか？なんかうちの場合は結構評価制度を結構明確にしているんで、なんかそのもうちゃんとなんでこの給与なのかって分かる説明ができる状態にしてるので。なるほど。でも評価制度っていうのは永遠の課題で随分難しいですよね、はい。まあ、今おっしゃっていただいた通りもう本当に永遠の課題であり、うん、一番難しいと思うところでもあり、うん、ただそれでもめちゃくちゃ大事なポイントやなと思って、うん、あともう一つ問題は、はい、確かにその評価制度で労働分配率をこういろいろ変えて高い評価になった時に高い給料になっちゃうじゃないですか、はい、その後下がる人もいるじゃないですか、はい、それは御社ではどうするの？下げます。あ、はい、なるほどね。僕らは結構もう評価はもう客観的に全部やるっていうふうに決めていて、うん、心証必罰なんですよね、うん、良ければ上がるし悪ければ落ちる。でもさっき社員を大切にしている会社だったら、はい、もうちょっとこう安定的な給料を出すとかっていうふうには、まあ、一般的にはそう考えられちゃうけど、はい、そうですね、なんかそのぶら下がるって感覚があんまりなくて、うん、もしかしたらこの南原さんも同じかもしれないんですけど、うん、なんか会社にぶら下がるって感覚が僕も、まあ、今いる社員もあんまりなくて、ね、うん、なるほどね、まあ、貸し借りなしと。そうです、ね、僕は昔からよくそう言ってたんだけど、はい、なるほどですね。じゃあ次の質問いきます、はい、これ僕もよく聞かれるんですけども、社員をやっぱりきちんとこう育てていったり優遇していくとやっぱり優秀な人材がどん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 育ってくる。そうすると独立していきますよね。それに関しては御社はどんな形を取ってるんですか？そうですね、まあ、結論から言うと常に刺激を与え続けて、うん、やめたここにおる理由を作るっていうのがまず僕の役目かなと思ってまして、でそれでもでき独立っていうのは出てくると思うんですよ。その時はもう自分の力が足りずだと思いますし、逆になんかもう応援したいなっていう、そのやりたいこと見つけていくのは全然僕はなんかいや寂しいですよ、もちろん寂しいんですけど、なんかこう前向いてなんか次にステップに行けるんだったら、まあ応援したいなって気持ちはありますね。今は社員さん何人でしたっけ？今で30名弱ですね。まだ寂しいね。そうですね、もっと増えると寂しくなくなるから大丈夫です。本当ですか？何人ぐらいからそう変わるんですか？そう、まあ、業種業態によって違うと思いますけど、はい、まあ、30人ってなんとなくみんなの名前を覚えてるじゃないですか。全然そうですね。で100人ぐらいになるとちょっとあいつなんていう名前だったかなって、その頃になるとですね、まあ、辞めていくと、じゃあその代わりにどうその組織を埋めていくとか、そっちにこう一生懸命なってくるんで、最初起業した頃は辞めるっていうとすぐ止めたんですよ、はい、もうちょっと言ってくれないか、うん、少し考え直してくれないか、はい、あと半年やってくれないか、はい、でも、まあ、会社が大きくなるとこれは、まあ、先輩たちにも教えてもらって気がついたんだけど、引き継ぎに1ヶ月かかりますって言ったら、いやいや1週間でできるでしょと、いやできませんって言うけど実はできるんですよね、はい、その方が出ていく人のためにもなるし、うん、残る人のためにもなると思って、そこはもうさっぱりとやめてもらってます ね、 それではまた次の質問、はい、お願いします。はい、次はですね、はい、ちょっとお伺いしたんですが、はい、マネーの虎を見てある意味こう起業のきっかけになったと。そうですね、はい、そこを少しだけ教えてくれませんか？僕が大学生の頃なんですよね、南原さんを初めて見たのって。大学多分1年とか2年ぐらいの時に。生意気な大学生だね。ですか。結構当時、もうちょっと年上の人が見てたんですよね。あ、そうでしょうね、おそらくね、うん、深夜でしたっけやってたの？深夜からですね、ゴールデンになったんですよ、
多分僕が見たのは深夜の時かもしれないですね。たまたまパッと見た時に変な おじさんたちがなんかこうね、なんか怒ってるわけですよ、はいはいはい、これなんだと思ってで僕見てたら、あ、なんだこれ社長らしいとこの人たちは。で僕の率直な印象は、すっげえわがままに生きてるなっていうのが僕の印象でして、確かにわがままなやつが多かったですね、はい、あれね、もう自己主張強くて強くて、はい、で僕はそれをすごい面白い、面白いなと思ったんですよね。僕以外は大体みんなわがままで自己主張が強くてはい、はい、それを見てて、あ、こんな世界があるんだっていうのが初めてその会社経営とか社長とかを意識した一つの理由でしたね。じゃあちょっと今日は一杯ごちそうしてくれるか、わかりました。じゃあ次の質問いきます、はいはい、社長、僕は実を言うとしくじり先生に出たぐらい失敗してるんです、はい、で世の中やっぱり失敗はたくさんあると思ってるんですよ ね、 で社長にぜひとも聞きたいのが、はい、その、まあ、失敗だ、はい、できれば本邦初公開とか、うん、ここでしか言えないぐらいの失敗談をで言うと、やっぱり人が抜けた話で、僕創業当時に、うん、あの弟みたいに可愛がってた子がいたんですよ、うん、でその子と一緒に会社を作るみたいな感じでやってて、うん、で彼も僕のことをこう兄貴みたいに慕ってくれてたんですけど、なるほど、なるほど、彼も経営者気質だったんですよね、思考的に言ったら、うん、で組織がまあ10人ぐらいになった時に、うん、言ったらあっちはこっち行きたい、僕はこっち行きたいみたいな感じで、ちょっとこう方向がずれてきて、なるほどね、で喧嘩別れしちゃったんですよね。それが一番なんか僕の中で、まあ大きな失敗というか、もう完全に僕の悪いかった部分もめちゃくちゃあるなと思ってて、でもね、僕はね、大体アドバイスしてる、はい、2人一緒に起業するって人たちには絶対たもとは別れるから、うん、そうですね、もうそのつもりにするか、もしくはもう花から2人でやめたらやめとけと、同じように失敗しちゃったんですね、うん、実体験としてありますね、まあ、これから後輩にアドバイスしてやってください。そうですね、はい、じゃあ最後の質問で、はい、社長の会社これから伸び盛りになってくると思うんですね、まあ、ホームページとかいろいろ見させていただいたり、まあ、社長にお会いしてますます伸びていくだろうと。でもこれからどんな未来を描いているのか、はい、ちょっと教えてください。言ったらもう僕らは中期ビジョンとして、会社、まあ、社員全員でこれ目指しているところなんですけど、やっぱこう僕ら世界一変わった会社作ろうぜっていうビジョンでやってる中で、まずは大阪で一番、はい、これはもう売上利益ではなくて、面白い会社どこよって聞いた時に真っ先に、これ学生さんに聞いても経営者に聞いてもサラリーマンに聞いても、うちの会社が名前が上がるような会社作りをするっていうのがまず最初にやらなきゃいけないことかな。なるほど。でも大阪って彼氏と別れる理由のトップが、彼氏がおもろないですよ。そんな厳しい競合の中で、おもろい会社で大阪でナンバーワンになると、なかなか難しいんじゃないですか。生さんさすが鋭いなと思ったんですけど、うん、たまに言われるんですよ、日本で一番面白いじゃないんですかって言われたりするんですけど、これ僕らの中で裏設定があって、大阪で一番面白いっていうことは、僕は日本で一番面白い会社かなと思って、間違いないですね、まさにその言われた通りかなと思っていて、だからそこでトップを取りたいっていうのがありますね。なるほどね、はい、じゃあおもろい会社、はい、じゃあ今度会社行った時に、はい、僕がおもろないって言ったら、はいはい、どうしてくれますか。どうしますか。もう謝罪動画出します。なるほど、はい、あ、坊主にしてもいいですよ。マジですか。そんぐらい自信があります僕は、はい、あの起きてきてください、ね、はい、その代わりぜひ。南原さん全然坊主しなくていいんで、僕は結構面白い、今の時点でも、あ、なんかおもろい会社やねって言っていただけたら、それからフェアに見てください、ね、はい、厳しく見たらダメですよ、はいはい、じゃあ今日もありがとうございました。ぜひぜひまた次回楽しみにしてます、はい、どうも。皆さん今日もありがとうございました。概要欄に西崎さんの YouTube とか載ってますから、ぜひそこに行ってチャンネル登録をしてあげてください。もうちょっとで10万人ですから、僕のチャンネル登録してくれてる人があと5000人ぐらい登録すれば、あ、もう行きますね、行きますね、はい、ぜひ5000人よろしくお願いします。よろしくお願いします。
チャンネル登録よろしく。